さあ今回もマリオやっていきますか。でそんであの右歩いて歩いて、そんでちょっと左戻え何全然動かない、な何上向いてんの勝手に、飛んだ絵の具ツールとか降ってきた、俺何も操作してないのに、もうこれ初期不良だ、もう俺ゲオに売りに行く、これオープニングね、ズルがたくさん、ズルスピードランドゥよいしょということで、はい、まあこれはタイトルの通り、ズルがたくさんあるスピードランということなんだが、おお、ちょっと今のところわからないね、この線うめえよ、なんか普通に俺のマリオがうまいんだがただズルをしないと時間が足りないということで、もう今んとこね、ただただうまいスピードランっていう感じにはなっちゃってるけど、これこっちでいいのか、もうこっちでいいのかとか言ってる時点でもう、まあもう行くよ、もう行くよ、もう行くよ、で全部で13個ズルがあるらしくて、あそうなんだ、これこう投げて、でそれで、あーなるほどね、だからここでマリオここに100回頭打って、頭を固くしてカチコチの頭に石頭にして、そっからブラックパックをバーンってやればいけるというズルが一つ目だよね。そんなわけないだろう。ちょっと待って、ん気づいた、どこだ、ここだろうね、あ嘘やん二つ目だ、お二つ目がいけた、いけんのね、これズル入ってない、ここに入ってないです、この辺もズルわかんないな、あでもここはね、ここでこれで先行けて、ここも短縮できそうで、ここはなんだ、いやこのパウ取りに行く時間なんか短縮できそうな、いらないんだろうな気がする、うん、これピー、今ちょっと感づいたかもしれない、あなんかピー押さない方がなんか普通にジャンプで行けるところをすごいグネグネ行かされてる気がするもんね、あ確かに、あもうこれで、まあただ届いた、うん、待って、まあもう食らっちゃうしかないか、食らうしかないか、こんな食らうしかないかとか言ってる場合じゃないんだろうけどねスピードランで、いやそうじゃない、これは何、これは何、かぶって無敵でいけばいいってこと、無敵で、ただ足りないか、届かないよ、食らうなんてどこあんねんあいつなんだ、オブジェなのか、あいつはただのインテリアインテリアいらないんですよこのコースに、あのインテリアいっぱい置いてあったわ、ほんとだ、インテリアかあいつもちょっとね、何個かズル見つけました、まずこの雲、この雲抜けれるはずなんだけど、一発だからちょっとむずい、いけ、よしよし、この P スイッチも押す必要ない、あこれメットがあるから、おおいけた、こういうことでしょ、ナイス、もう0点100点からの0点いやでも結構、ズルちゃんとできてんじゃないですか、できてると思うよ、なんか矛盾の言葉生まれたけどね、ズルをちゃんとするっていうなんか変な言葉が生まれてしまったけどズルはちゃんとしないんだよな全然ちゃんとしてないんだけど、でここもいけたんだ、さっきやば、いけば、オッケーで、こういってこっからがマジわからん、もうゴリ押しでいったるわ、おえうわもう時間とかどうでもいいもんもう時間なんてね、いくらでもあんねん、こっちは死んだらダメだよ、これシンプルだったかもしれない、おやっぱジャンプ力高くするためにはさ、これがあるじゃん、あそれか、これがあるじゃん思いついた、ね忘れてたわ、これは何、あれこれは何、これは何、分からへんここは単純にちょっとスピード落ちちゃうけども、単純にこうしゃがみで滑っていけばいいんじゃない、おこんな感じで OK、 おー割と氷の力を舐めたらいけなかった、ただ今のもなんかズルできそうなスポットではあったな、そうね、ちょっと時間が、三段ジャンプかよ、言ってくれよ標識とかないの、三段ジャンプの二段だしさこれはこう言ってみる、よし OK、 いいんじゃない、下か上なんで分岐すんだよスピードランが意味わかんねえよスピードなんか上行けそうだったっすよ、なんかいろいろ行くとこありそう、あこれは単純にヒップタップのままでいいのか、うん、なんか気持ち悪いくねくね動いたけどスピードランが分岐なんか聞いたことないけどね、上下横とかいろいろあったけど、いやそうよね、そんでこれ右、まあ、ただ最善のルートがあんだろうな、 どれかの中に、まあそうだろうな、そんで鍵があり、1、2の3か、三段ジャンプの標識を今すぐ国で作れ、作れるわけねえだろ、いらんもんそんな、分岐してたさ、下の方ズルなんじゃねこれ、じゃあ次右上行ってみよう、右上の道こんな感じで道があるから、これ多分キノコ取っていかないと無理 でこれもまた3段じゃねここ2の3でよしよし来て、これでこうで、これだいぶ短縮できてんじゃないこれ、そうね、さあ今度は行きたいね、
はいはいはい、で乗れて、こうで赤コインはもう無視でいいや。でこれかぶって、いや早く行かないと、早く行かないと、早くしろよ。マリオお前何やってる、早くしろよ。お前が操作してんだよ。こっからがマジ問題すぎるよ。さあ行けた。おお来た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 、いいね、一発じゃないけど。はいはぁ、はい、1 なんか道あった。うん、これ右行けば。はぁ、じゃあこれは、下行ってこの辺でジャンプか。そうね、これでもう行けちゃうの。この激ムズゾーンを。おー、ありがてぇ、ありがたいね。からの、2発からの。おぉ、なにこれは。あれ三段ジャンプかこれ、このダダダンみたいな。うん、ダダダン三段はね難しいんだけど、引く引く。はい、1、2、3。うわなぜ1、2、3で止まって、はい、これはピョンジャンプくる。よし、オッケー。スライス。これは何、え、これは、うん、ゼゼ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 、ぜ長すぎだろ。勢いに乗って Z を投げる、持って投げる。よーし。もう一回ラスト。ラストか。投げる。いった。さあ。もうわかんねえってー。はい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 。ここね。で落ちながら来る。いやスピンしちゃうんだよねこのバカマリオ。ごめん、俺のせいでーす。はいはいはい、でそんで。よーし。おお。そして。わからん。あー時間が17秒しかねえやと。残りやばい。なにこれは。あ、もうこれでいけんの。12秒しかねえ。10秒しかねえ。あ、違うの。どっかに。あー抜けた。あ、どこできたけど。あ、まだ先だね。え、右下とか。あーあーあー、そんなとこあんの。いや、もう1秒。ニュースターで死んだだと。タイム関係ねえし。これさっきちょっと気になったとこがあって、うん、ここ抜けれんじゃないか。おー、ほんとだ。クワパザララジャ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 。これあと3、さっきここで10秒ぐらいだったから。うん、でも俺も見えてるもん。うわ、え、ここだっけ、どこだっけ、ここだ、ここだ。そんでもうここに土管があるというクソ意地悪しよう。クソ意地悪しよう。そして左のドア、入れ入れ入れ。これよーしゃよーしゃ。え、時間取れる、これ大丈夫か。ありがとうございます。うわ、マジナイス。あ、じゃなくて、やったやった。でもまだまだ改良できそうだから、うん、ちょ最後ガチでやるわ。おまず、うん、ここのガリガリの中にスイッチあったから、うん、無視、それを叩くんですよ。おするとこの道を通れる。うわ、なるほど。そんでここで左スイッチを押さずにもうすぐ右行きますから。おそんでこれは放ってすぐ行くと、うん、でかぶってここもね、左かびすると若干速くなる。おいいペースよ。さあそんでこれは衝撃なんだけど、もうすぐパウ叩く。叩いちゃう。そんでギリギリ飛ぶんです。ここ通れんの。通れんだけど、ちょっとかびミスったら、カビキックミスって一致マス通って、もうすごいよ。これはもうみんな知ってるよね。うん、そんで下下がって、でかぶって、うん、でここも1、2の3で行くんだけど、はい、もうこっからは、うん、もう正直言って答え見ました。もうそんぐらいちょっと俺には見つけられなかったんだけど、あの針が出てきます。なんで意味がわからない。本当にこれはもう理不尽ズルですね、これはね。そっち、そんでこの右開けてこの下通るんだけど、ちょっと狭い、デカマリオにしたら狭いんだよな、ここ。そうね、狭い。まあただここでデカになっとくと、うん、右上行きたいのに、右上行きたい。この三段ジャンプが幅狭いんだけど、オッケー。でデカで行くとここが開けれるんだけど、まあちょっと一回ミスったけど、まだまだ、うん、もう俺の中の自己ベストは全然更新できている。おでここも弾かれる必要はないとバネに。まあ、そうね。そんで鍵持って下行って、うん、落ちないようにクルンして入ると。えい。そんでまあここはね、もう割とズルあんまないかな。一二三で左クルンで。いいね。ジャンダンダン、オッケー。でこのテンポ感が大事。まあいいね。そんでここも下落ちる。でここはさっき見つけたやつ、うん、下落ちて、はい、で最後の最後、うん、新しいズルあるから、うん、それやればベストクリアタイムいけんじゃないかな、これね。おお、これいって左、うん、でラストここで左のドア入ってからが大事。もうゴールのとこよ。見といてほしいんだけど、うん、これ雲右行ける。そっち、そしてこっち行ってゴールと。すげえ。全部でズル13個ありますって書いてあったんだけど、うん、5、6個しかやってないじゃないかっていうね。
気しますけど、まあとりあえずクリアと。はい。で、それで見ての通りベストクリアタイム更新しました。どこがフィッドリング101。おぉ。ということで、これは渋谷にある109の101バージョンみたいな。絶対違う。まあ、だろうね。毎回そうだもん。これ単純に上行っちゃっていいのか、これは。そうだね。単純に上行って何この雲、なんか若干隙間。ほんとだ、上にある。はい、うおこんにちは。やっぱ挨拶って大事だからさ。大事だけど、敵に言う必要ないんだよ。敵に言う必要ない。うん。こう叩いてすぐ右に行ったりしたら避けれんのかな。だね。まあただ別に上に行けたりはしないんで下落ちます。うん。さあそして上にスペースとかあるけどとりあえず下落ちてここを叩いてみるがパチパチでパックンを倒すなんかアイテムくれよ。本当だよな。はい。ブブー。ゼルダ？ゼルダそこにあったの？マリオの横位置で、あーってファイヤー出して倒して先行きますよ、これ。それスマブラや。じゃ、これは、孔明があったから、こういうこと？おおおなん、ゼルダちゃうんかいなんでキノコなの？ゼルダが助けてくれると思ったら、うん、黒髪マッシュの方が来ました。黒髪マッシュやねん。だからマッシュが来るから、そうね。取んないといけない。うん。食らいながら入る。よし、これで一面クリアか。そうね。オッケー。めっちゃ満員電車で押してくるバカまあこの前上田さんが電車でそれやってんのね、見ちゃったんだけど。やってないです。はい、右ダッシュで上ちゃうの。えうわ早まるなと、身を任せろということでしょう。そしてツタっぽいけどあれは登れないから。そうね、単純に。いやでもジャンプしすぎは良くないのかもしれないけど、叩いちゃうよな、右行こうとしたら。そうよね、仕方ない。あら、何も出てこない。ロッキーロッキーえ、うん、なんか今ブニュンつって、うん、スイッチ変わってくる。避けろ。なんかあって、あ、叩けそうなブロックありました今。あった。じゃあここ叩けばなんか起こんじゃないかな。お、なんもないんかいテレサのところが可能性なさすぎたから、これビョーンの後なんか起きんじゃない。これなんじゃ勝負で。これ待ってたらなんかくんじゃねっていう予想。おお、なんもなくないじゃん。なんで？なんかさっき押してもなんもなさそうな雰囲気あったけどね。うん。まあ、とりあえず上行けて。よしよしよし。油断すんな、油断すんな。左上気になる。めっちゃ気になる。気になるから行きまーす。そしてファイヤーボン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 、死にまーす。だから呼ばれてないのにシャシャに出てくるやつ多すぎ。下避難。まあ、それがいいかもな。下避難、うん、左開いた。おお、ファイヤー取れんのかな。ファイヤー無理だな、ガリガリが。動き始めたぞ意思を持つファイヤーがまあこれは普通に、いや下怖い、うん、あちょっとこんなんでかわしながら溶かす溶かす。オッケー。そしてニコちゃんそしてピーピードアが右下にあるからね。もう騙しますよと言わんばかりの笑みを浮かべているが、お、騙されてやれよ。騙されただからこれは、うん、P を押して左対比で、うん、ギリギリ入れんのねそんな斜めじゃあこれそのままでいいの。ちょっと何もしないでおきます。え、そしたらえブラック、うわ帰ってこい。俺取ったやん今今反射神経発揮して取ったけど、うん、取ってない判定にされた。うわこれ VAR 判定で三笘の1ミリみたいな展開ない。これあるわけねえだろ。隅の1ミリじゃなかった今俺触ってたてどうすんだっけ。何もしなくていいんだよね。そうね、ここはまず、うん、来た今だー。ナイス。死んでいいよね。だけど本当に大丈夫みたいな顔はされた。されてたね。やっぱトロール系は中間取るとさ、絶対にいいというわけでもないんだよな。そうね。まあとりあえずいいと仮定して入りますか。はい。ドア入り、ガモン頼んだ。なんで俺のとこ壊すのチェンジアップみたいな球投げてきたぞあいつなんか上に上がってきたね。変化球使えたんかあいつどうすればいい。ここなら多分大丈夫で。オッケ ー、かわせて。怖い、地形が怖い。怖すぎる。下開きそうだからスピードで駆け抜ける。あれ何も起きない。自分で、何も起きない時は自分で巻き起こせ旋風を。おさあ、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 これに乗んないといけない。うわすげえ。イエーイいやーこれで今すごい神プレイ見せたけど、叩くやめて死に、いいんだいいの、いいんだ。ガチでかわせた右に。すごっ、奇跡的に進んでいる慎重に
いや俺な、下のこのブロックね。うん、いや俺壊れること信じて先行くか。おいいんじゃない、何もせず今回は一回もミスらないトロール。おお来た、うわーやっちまったえ待って、今世紀最大の頭のキレを見せているかもしれない。うー、今期のスビ素晴らしいよ。うー、今期レアルマドリーの遺跡あるんじゃないか、スビに。なんでサッカー叩いてんだよ。そんで右、もうこれで50コイン、コインキラキラ。おー、土管入るしかないのか。50コイン取ったら何か置ける。おー、そんでこれでゴールって今パチパチビーって言われて、なってないから。もうサッカーの叩いが鬱陶しいわ全部サッカーに。うーん、何もしない俺は、ドアへさあ、何もしないわって言ったが、その後に来るやつがいるんだけど。おお、いいのかこれで。上って正解だったのかこれ。うん、土管入れんのこれ。入れないか。おお、じゃあ落ちたい。うん、落ちたいがなんか下のブロックの色が違う。ほんとだ、俺はそこも見ています。素晴らしい。うおっ、いや、いや絶対孔明やって積んでんじゃんもうこれいや積んでなかった。何してんの俺何してんの、何してんの俺このファイヤーは必要なのか否かっていうのを今からね、あのライブチャットであのアンケート取りたいと思うんだよね。ライブじゃねえよ。ライブじゃないの。ライブじゃないよ、収録中ですから。収録か、うん、いやどうする。てかもうさもう復活しちゃったよ、ヘルメット野郎が。ねえ、メットひっくり返ってたのに。みんなが早くしろってコメントしてくれないからこうなったんだからね今ね。だからライブじゃないって。じゃあファイヤー取らず単純にもうこいつをポンやっていいか。うん、おっ、死んだ、何で分からん。あーでも画面わーってなってるから、飲みすぎて二日酔いで今吐いて倒れたってことだよね。違いますね、焼酎一気マリオじゃないの今の違うだろ違うか。とりあえずもう赤土管だけを目指して右押しとけ。おお、死ぬ前に右への土管入れて。おいいじゃん。左手が、いや、えひょっこりはんこれひょっこり入るから左、ひょっこり入るから左。おいナイス、オッケー。あー、そんでデッカちゃんもいるわデッカちゃんも前にいる。芸人大大集合だな芸人大集合スペシャル。うん、左を叩けとある。あー両方叩いたら、あーダメなのか、上行けなくなっちまったマジ。デッカは2マス判定だもんね。そうよな。いや分からん分からん、どうしよう。あ、食らう、取って食らう、取って食らって左叩くだ。やべえそりゃこの顔になりますわ。うるせえ。はい、ここは、うん、取ります。そうだね、叩いたら2個壊れちゃうから、うん、ひょっこりはん利用ひょっこりはん利用、左叩く、足場にして登れ。いいね。青、下が取れている。ほんとだ、急がないといけない。うん、急げ。あ、上、そっちかいどうなるの、まず1回上がるから。そうね、耐えてからのここでしょ。おい、オッケー。そして、うん、さあ1回もミスらないためにちゃんと分析は必要。おお、これは単純に右駆け抜けな気もするがな。そうね、右駆け抜けで、うん、さあ何もしないでやるとボーンって今若干聞こえた。おー、うわー、もう叩くしかねえか。そういうかけっこが始まる。逃げ、うわ、でもまだいけんの。ちょっちょっ、あおっさんいたって今上田さんが銭湯から上がって牛乳一杯の後の一言だったからね今のね。やるけどあんな渋くないわ。二段目は様子見なのよ、帰ってくるからね。はい、はい、反省できる男。ナイス。そして左に行かされた。なんかフィニッシュか CP11?CP2 じゃないこれ。2か、 CP11 だったらやばいけどねCP11 なら逆に気になっちゃうけどねで俺今サッカーの例えいっぱいしてるから11人の11という伏線。あー、やかましい。11とかええわCP11、 いやーもうこれはね、取れなんかいらないって俺言ってたもんねさっきね。いや言ってましたよ。うん、だから CP2 の方いい。いや、フィニッシュじゃないんかい。嘘つき嘘つきあ、は、はえ、なに、あ、そういうことか。ハイプ、ハイプ、え、ハイプ、ハイプ確定、ハイプ確定ルート。あ、待って、あ、C 確定ルートだった。ハイプ確定じゃなくて C 確定だった右入るか。だってもう入る以外ねえもん。そうね。あ、またなんか変な変な始まったのかな。なんか始まった、なんか始まった。うん、ベロベロバーちゃうねん。上行けないもんねこれ。そうなんよな。あ、待って、最初に上行けんじゃん。待って、落ちちゃった。ああ、うん、え、わからん、あるんか、わからない。あ、落ちてきた、わからない。あ、来た、下からビョンビョン野郎来た叩いてみる。さあキノコ、そっちかい
そっちかいが多いな、なんか。あもう C 確定か、もうこれね。まあ、ってことはどうなんだろう。フィニッシュの方気になるけど、もうこっちで進んでいこうか。うん。うん、死なんかい。はい、こっちで、まあ、こっちに誘導してあげて、取って。はい、ナイス。オンオフ。あれは鍵取れるっけ、叩くと。まあ、取れると信じようか。そうね。えで、鍵が。違うとこから来たけど、鍵が来るのを待ってちゃダメなんだ。だから、ピロリンって音鳴った瞬間にすぐ入る。うん。いいよ。あいやい。え、そっち？そっち？そっち？あ、ってことは、ってことは。はい、見てたー！はい、俺見てたー！素晴らしい。なんじゃ！いや、俺何もしない。あ、死ぬんかい。そこ開くのかー。じゃあ、そんで、ここなんだろ。よしよしよし。これは初見じゃ無理じゃないか。いや、左コインタラララがありますが。うん。ここ、入って叩いてみるか。なんか、ここが喜んでなかった、閉じ込めて。ちょっと喜んでたね。うん、じゃあ、ここはもう単純に上行きます。うん、うん。そして、落ちたら CP1 とかいう未来、俺ちょっと見えてるんだけど、やめろ。今未来。まあ、そんなことはなかった。うん。チョロップ。何これ、もうわかんねえ。はい、駆け抜ける。左から上がった方が逆にいいみたいな感じだと思うんだよね、これ。おい、ここで。ここにブロックがあるんだろ。うわい、それごと右か、うん。なるほど。右行った後に左か。うん。じゃあ最初の予想は、間違って、ない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 言い聞かせるな。右押して左だ。そしてルートが開く。うん。ね。うわぁ。もう駆け抜けるわ。土管でいいの？うん、土管駆け抜ける。うん。そしてフィニッシュの方に繋がった。そしてまた上田の牛乳後の一杯の後の声が聞けた。やめてそれ、俺じゃないから。左入って。じっと見てこないでほしい。じっと見てこないでほしい。めっちゃ見られてるな。ファイヤー取って氷を開けてピンクコイン獲得でちょうど4枚なのか。うん。ちょうど4枚なのか、もうそれでいくわ。ブブー。ブブーやめてくれ、ブブーやめてくれ。わー、オンオフ変わりやがった。わー、溶けんのかい、マジかよ。さあ、フィニッシュに帰ってきて。はい。もうやること明確だよね。これファイヤー取んない。そうよ。そして、溶かしてもらう。うん。はい、ナイス。サンキュー。やめてくれよ。どこ行くの？なになになに、文字、文字、文字。で、キー。です。キーです。キーですってこと？いくらじゃない？お、置いた！お、変わった！変わった！おお！鍵取って死ねみたいなこと？だから、キーです。ジャスト？おお。キーです。だから、鍵、死っていう文字。そして、ジャスト、ゴー、トゥ、うん、どこ行くの？ジャスト、ゴー、トゥ、トラベル。旅行へ行けってこと？いや、違う。Just go to the key。 そうよね、キードアかな。あー、キードア、今すぐ行けるみたいな。 Just go to the key door。 ただただ行けばいいだけみたいな。うん。さあ次が、ん、なんかめっちゃ言われてる。アンチタイム、アンチタイム。だから今アンチコメかけるタイムどうぞみたいな。そんなタイムいらんけどな。世界一 YouTuber 的にはいらないタイムですよね。そうね、アンチタイム。ベー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 。やめろ。おー、やめてくれた。うわり、あー、もういっ、うわり、頼む、2発目の。上いけないの？上いけないんだよ。いけないのか。上いけないんだよ。助けて。いやー、もう最後、これ元気玉は無理だ。どうしようもない。やめろ。えー、JK CP1。 おい、マジかよ。 JK か CP1 かって言ったらね、俺間違いなく JK 行きたいけどね。 JK 行きたいよ。うん、 JK 入るとこないわ。JK に入れちゃうと、その未成年で、あの、その、やめてくれー、もうこれじゃ聞きたくねー。法律は守ろうということでね。はい、守りましょう、それは。右に入って CP1 で、もうやだよ。いやー、やめてくれ、めちゃくちゃ語りかけてくる、こいつ。プープー、チュー。うわー、1個目の中間に戻されたー。だいぶ長かったけど帰ってきました。はい、でもうやることは分かっている。うん、ここも無視、そしてここも無視。おお、そしてそのまま鍵道にいると何か音が聞こえる。おお、やっぱ鍵ゲットしてたんだね。うわ、なるほどね。うわ、もうどいと。Do it。 Do it。 Just do it。 おお、何をすればいいのか、イットが分からないっす。
言っとるか分かんないけど、ちょっと空気読もう。とりあえずこうとか、あボム踏んで、こうとか、こうとか、あこうでいいんじゃない。でバーンになって、いやオーマイガー、よーそこかよそんで入って上の何も意味のないような空間が実はあいつだったんだよな。そう、ええ嘘でしょ。何やてデカボム来いよ。ボム踏んでからとかなのかな。あボム踏んでからかもしれん。踏んだらボム作動しなかったっけ。爆破した瞬間に作動したのよ。ああボム一旦踏むだけ踏んで上入って爆破のタイミングでゴールが見えて、くわドゥイットできませんでした。はい、正真正銘ラストのシーンを皆さんにお届けします。はい、お願いします。踏んで、こっちで入るんじゃ。はい、そして罪かと思われたその瞬間、でかいボムがどっちだっけ。上から頼め。よし、そらどうえできてよかった。だましのバリエーション豊富でめっちゃおもろかったな、このコース。ねえ、面白かった。いや、この感謝の気持ちをやはりコメントで表したい。うん、いいんじゃない。素晴らしいみたいなところが始めようかな。おお。菅田将暉の素晴らしいじゃないじゃん。続きは菅田将暉の続きで売れてくるタレントはなくてな。ないの。なくて、現在進行形で、なんか新しい俳優とか出てくるのかな。現在進行形でそれを実現するっていうか、マリオカートはね、なんかもう大丈夫です。こっちも大丈夫じゃん。